木の枝の上にできた霜の結晶結晶化は、均一な溶液から、固体の結晶が生成する、自然、または、人為的な過程である。科学では、固体と液体を分離する技術の一つ。結晶化は、核形成と結晶成長という二つの段階からなる。核形成は、溶液中に分散している、溶質分子が集まり、数ナノメートル程度の大きさのクラスターを作る。 段階である。微小な領域での濃度の増加が起こり、クラスターが十分に安定な条件が整うと、この段階が始まる。出来上がったクラスターは結晶の核となるが、不安定な場合は乖離してしまう。安定な核となるためには、ある程度の大きさを超えなければならないが、その大きさは溶液が置かれている条件によって決まる。原子が規則的、周期的に配列し、 結晶構造が決定されるのもこの段階である。ここで言う、結晶構造とは、原子の配置の様式を意味する語であり、出来上がる、結晶の塊の大きさや型のことではない。結晶成長では、出来上がった核が成長する。過飽和状態が続く限り、核形成と結晶成長は進行し続ける。過飽和は結晶化の駆動力であるため、核形成と結晶成長の速さは、 溶液の過飽和度が高いほど加速される。条件によっては、核形成と結晶成長のうちのいずれかが支配的になるため、結果として大きさや型の異なる結晶が得られる。医薬品などの工業的な製造過程においては、結晶の大きさ、形状のコントロールが重要な課題の一つである。過飽和状態が終わると、溶液は型液層を平行に達し、 結晶化は完了する。条件が変化して平行が破れ、溶液が過飽和状態になれば、再び結晶化が始まる。雪の結晶は結晶成長の条件によって、幾何学形状が異なることでよく知られる。結晶化を含む過程は、自然界には数多く存在する。以下に例を挙げる。結晶化が起こるためには、溶液は過飽和していなければならない。すなわち、 平行状態における濃度よりも多くの溶質を含んでいる必要がある。そのような状態を起こす一般的な方法に以下がある。溶媒をゆっくりと蒸発させるといった方法も取られる。手順としては溶媒を選択し、そこへ溶かし、脱色し、固体を除去し、結晶化し、結晶を集め洗って乾燥させる。まず溶媒の選択にあたり、 不純物を全く溶かさないか、非常によく溶かすため、結晶化することができない性質を持ち、化学反応を起こさず、理想的には、不燃性、無毒、安価で、揮発性が高いなど、最終的に除去しやすいものである。溶質を溶解させるにはビーカーではなく、三角フラスコを用い、可燃性の溶媒の時には火を使わず、熱板などで温め、溶媒をかき混ぜたり、 ぐるぐると振ることで溶解を促しながら、溶質が溶けるまで溶媒を加えていく。不溶性の不純物は溶けない。着色があり、もし脱色するには従来は活性炭の粉を使ったが、ろ過しきれず、溶液も黒ずむため、ノートなど、粒、球状の活性炭の方が適しており、活性炭を加えてから数分間沸騰し、必要以上に活性炭を加えると不純物以外も、吸着する。 ついで不純物が多ければろ過であり、容器を傾けて、溶液を移し替え不純物だけを残すとか、ロートとロ紙を使う。最後に室温に冷やし結晶化させ、結晶化を促すために種結晶を加えたり、ガラス棒で容器をこすったり、さらに冷却する。結晶化が完了したら、結晶を冷却した溶媒で洗い、乾燥させる。結晶が不純であれば生成し、再結晶化したり、 時には消化させる。結晶化しない場合、抽出によって単理する。ありがとうございます。